別に戻っていないわ。トレジャーハントで何日もこもって連絡を取らないことだってよくあるし、そんなに心配されることなんてない。まあそれもあるかもしれないわね。そんなこと私だってよくわかっているわよ。だったら何だって言うのよ。カルマ回復クエスト。意味がないわけじゃないけど、え？あんたも一緒にやるの？ありがたいけど、そこまでしてもらう理由が。人よしみたいね。まあいいわ、そのお人よしに免じてちょっと付き合ってあげる。装備って？なるべく戦闘は避けてきたから装備の耐久値には別に問題ないけど、あ、でも武器の強化はしたいかな。この前樹海エリアを回っていた時に強化素材になりそうな鉱石を見つけたのよ。ほら、一つ持ってるんだけど。ええ、そうみたい。今のままの攻撃力だとここの敵相手にはちょっと心細いから、これで武器を強化したいんだ。うん、手間をかけるね。じゃあその鉱石が手に入るところまで案内する。ありがとう。
何？どうなんだろう。私もパーティーを組むわけじゃないから。どうだろう。私が知っている限りではないけど、そもそもあの人たちはどこかの拠点に帰ってるかな。そうなんだけど、まあわからないからいいか。でも気をつけて。いきなり攻撃してくる人もいるかもしれないから。ありがとう。まさか本当にやってきてくれるとはね。見ず知らずの人のために武器を強化してくるようなお人よしがいるなんて信じる方が難しいわよ。普通なら武器を強化するって言って預かった武器を持ち逃げしてそのままおさらばっていうのを疑うわね。それはあんたが底なしのお人よしっていうのがよく分かったから。まあありがとう。大切に使わせてもらうわ。そう言われても私だってそんなに詳しいわけじゃないし、もう分かった。教えてあげるって。まずはここに来た経緯なんだけど、私もあんたと同じように気づいたらホローエリアに飛ばされていたんだ。でも手に文様は出たりしなかったし、もちろん管理区にも来られなかった。だから休む時はダンジョンの安全地帯で寝ていたの。うん。でも安全地帯にいられた時はまだマシだったかな。この前ここにいる人たちはいきなり攻撃してくるようなやつもいるって言ったでしょ。ある時私が安全地帯で休憩しようとしたら近くから話し声が聞こえたので、声のする方に近づいてみたら一人のプレイヤーを大勢のプレイヤーが囲んで、その
TK をしていたんだ。うん、しかもあれは相当慣れている感じだった。それで安全地帯はモンスターの襲撃は防げるけど、悪質なプレイヤーの襲撃は防げないってことに気づいたの。それからはろくに睡眠も取らず、他のプレイヤーとも接触をしないようにして過ごしてきたってわけ。そんな時にあんたと出会ったの。でもあの時は悪かったね。あんたが来てくれたおかげで管理区っていう県内で休みが取れるようになったし、それに武器の強化とかもしてもらったし、そのか感謝しているってことよ。はい、もうこれで私の話は終わり。じゃあさ、あんたはどうしてオレンジの私に構うの？本当にそれだけの理由で？おかしいとかそういうんじゃなくて、逆に安心したっていうか、ほら私はずっとここで変な奴らに囲まれていたから、ようやくまともな人に会えてほっとした。もう十分よ。ありがとうね。うん、またね。